どうも、マルブリです。キングオブファイターズオールスターズ、今日やっていきましょう。さあ、ということで、2018年8月10日金曜日、ちょっとメンテナンス開けるの延長が入ったみたいなんですが、18時に開けてですね、なんかとんでもないアップデート入ったんですね。まあもうご存知の方はという感じなんですが、何がとんでもないかというとですね、まず今回のその最新アップデートの内容を見ていただく前に、生放送の方でもね、ちょっとやってたんですが、千鶴ちゃんですね。今現在開催中のですね、イベントクエスト、こちら欲望の魔人、降臨ルガールの欲望ですね。ここで千鶴ちゃんが大活躍してるということで、ずっと欲しい欲しいって言ってたんですが、まあまずはとりあえずこちらをご覧ください。さあ、やってまいりました。リリース記念出現確率アップ 96、 3種の神器ピックアップが、じゃあここはなんといっても今現環境で大活躍してるみたいでございます。千鶴ちゃんをねゲットしていきたいなというところで、ワンちゃんイオリちゃんもね回復スキル優秀ということで、また千鶴のストライカーとしてもかなり優秀みたいな感じで、ガチャのラインナップですね、通常ガチャで出るラインナップも含まれているんですが、ここの千鶴、京さん、伊織ちゃんが出現率アップという感じになってるようでございます。それでは行きましょう。サンルビで大記念すべき初10連ということもありますからね、リリース記念チケットで出たのはなんと95マイちゃんでございましたんで、スパッと千鶴ちゃん行っていい、青でした。まだわかんない。羽羽羽ならず、黄色攻めて、よし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 、まだわかんないから、こっから発展もあるんだけど、ならずか。まあちょっと結果はスキップして見ていきましょう。はい、ということで10連結果はこんな感じでございました。まあ最初なんでね、ニューファイターはじゃんじゃんという感じでしょう。さあ続いてルビーさらに貯めてまいりまして、20連目、序盤はじゃんじゃんルビーも貯まってくれるんでガンガン引けます予定。あーおかー、まだわかんない。あーねー、来たー。これは黄色スタートになりますね。熱いよ。こっから黄色からの黄色すか。まだわからん、まだわからん。あー2個ワンチャン発展。昇格してくれ。ノー昇格でございました。ちょっと結果を見ていきましょう。はい、こちらがリザルトでございます。ただ実はですね、バトルカードで二階堂ベニマルちゃんスペカゲットできているので、ソウルはちょっとありがたかったですね。さあ30連目、行きましょう。んてい、頼むぜ。黄色以上なしゃすよ。行きましょう。んてい、うわー、来た来た。いい感じからの羽も来て、ブッシャン来て、ブッシャン？ブッシャン？この後ね、羽ブッシャンってなるパターンもあるんですが、赤ならずか。いや、ここで赤まで行って、おお、いいよ、これ昇格ワンチャン？来ないか。結果見ていきましょう。こちら30連目のリザルトでございましたね。まあ、ワンチャンアテナちゃんが星5来るまでは使えるかなっていうぐらいでしょうか。そしてアテナのスペカはバトルカード引けたんですよね。バトルカードはまあまあ調子いいんですが、さあさらに1000ルビー貯めてまいりました。40連いきましょう。さあ頼むぜ、そろそろ。40連目。今んとこ赤貼ってまだ1回も来ておりませんからね。同じステイ。よしよし、黄色。悪くないよ。からの、うーん、来た！これよ、待ってました。赤確定演出。熱い、熱い。これは必ず出ますからね、星5以上が。問題は何が来るかというところでございますよ。さあ、千鶴ちゃんになるか。期待の一手目。キムカファン？ダブルキムカファン。さあ、来るぞ。マジっすか。まあまあまあ、でもアンディちゃん、超激レアゲッツ。いや、まあ、アンディちゃんもね、グリードで一応おすすめファイターみたいな感じで紹介されてたんでね、使えるらしいというところでございますが、まだまだいきます。千鶴ちゃんが出るまで私はひたすらルビーを貯めていっております。50連目。一個前はね、確定演出まで発展してくれて激アツ演出見れましたからね、今度はもうファーストから赤演出見てみたいよって。あー、でもいいよ、期待できるかも。パターンからの羽から、うん、まあまあまあ、ブッシャンは来なくても、こっから赤、赤まではいかない。さあ来い。2つ、これは昇格厳しいか。マジか。結果見ていきましょう。はい、こちらリズラルトでございますが、96マイちゃんはありがたかった。お、そしてスキップチケ入りましたね。50連終わりましたんで。行こう。頼むぜ。ティーお願いします。黄色以上のブッシャンね。んてぃ、やめてそれ。ブッシャン、よし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 。ブッシャンまだ可能性あるよ。黄色スタート、赤赤赤。赤赤。あー赤。よ
昇格。あ、でも96条がアンディちゃんの回復ストライカーとして使えるやつですね。さあ、また線路ビタ貯めてまいりました。行きましょう。んてい、70連目でございます。いい加減出てくれ。んてい。まあ、まずは黄色からの羽はさらに、あー、これが赤い子。黄色続くな。昇格はならずですね。スキップでリザルト見ていきましょう。リザルトこちら。また1000ルビー貯めてまいります。湯水のごとくルビーが湧いていきます。行きましょう。80連目。そろそろ赤い演出が見てい。黄色いい感じからの羽ブシャンは、くー、まあここから赤い子。ぷわー、黄色が、お、しかし6個から昇格ワンチャン。リザルトこちら。千鶴ちゃんが出るまで俺は諦めない。さあ、1000ルビー貯めてまいりました。80連目いきましょう。千鶴ちゃんかもんてい。青かい。おお、しかし羽は生えていく。黄色昇格、この勢いで赤までいっちゃってくれない。うわ、すげえ、7個ワンチャン。本当に昇格しねえ。もう昇格に期待をかけるのも疲れてきましたよ。もう次100連ですよ、これ。頼む、マジで千鶴ちゃん来てくれ。無課金で頑張って100連いきましょう。てい。黄色以上。いや、むしろもう赤来て。てい。よし、黄色。羽羽。羽は来て。ブッシャン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 来ない。赤赤赤。うわっし。ワンちゃんワンちゃんワンちゃん千鶴。いきなりだ。チズルチズルチズル。いや、ダメだ。まあ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 、ヤガミさん、さあ、ついに100連突破でチズルちゃんならず。さあ、もう100連突破したということで、もう残り期間もわずか、残り12時間でございます。最後は2000ルビー貯めてまいりました。この120連以内でオナジャンス頼む。来ていく。青かよ。あ、でも羽。よしよしよし。こっからの発展はないけど。赤はい、もう発展はないんでしょ、知ってますよ。はい、こちらリザルト。いやー、次出す。ここで決めてくれ。頼む、ちずる。最後は、ま、黄色は間違いなく来てくれ。んてい、よし、いい感じ、いい感じ。んたぬん、羽からの、ブッシャー、なんですか。赤、あー、やったな、こりゃ。最後の大逆転。発展昇格。一回も昇格ねえじゃねえかよ。もう、ルビーがない。俺はここで神引きを見せる。単発で、チズルを俺は引き当てる。行くぞ。ファイナルティー。行ってこい。ぶちかまして。ぐちぶくるていっか。ダメや、単発。まあしかし、前回のアップデートでこれが来たんだな。ちょっとガチャチケの方行ってみましょう。ラスト、泣きの泣きのファイターガチャチケ&星4以上ファイター限定ガチャチケ。奇跡を見せてい、どうじゃ。お、ええー、頑張っぺー。まあ、ということでですね、残念ながら散々リリースからルビーを使いに使ったんですが、私のアカウントには千鶴ちゃんが来なかったということなんですがよ。ここからが最新アップデートの内容なんですが、ちょっとガチャ行きましょうよ。まずガチャチケにですね、プレゼントからね、受け取り済みなのでここにあるんですが、スタートダッシュ星5ファイターセレクトチケット、サービス開始時の星5ファイターの中から選択して獲得できるチケットですと。サービス開始後からアップデートで追加された新ファイターは獲得できませんということなんで、こちらのね、待望のニューフェス参戦という形でシェルミー、クリス、ヤシロちゃんとか来てますが、まあ、シェルミーがね、リーダースキルが HP70% 以上で攻撃力 55% アップ、星6になると 60% アップになって非常にね、今期待されてるリーダーなんですが、ここは出ないにせよですよ。いいだけ私がやってきた千鶴ちゃんピックアップのもう終わっちゃいましたけどガチャですね、多分含まれているんでしょうね。使用定位さあ
いるやん、千鶴ちゃん。マジかよ。まあでもここで千鶴ちゃん引いていいのかな。いや、これはもうルガール千鶴だらけになるでしょうね。今日から残すことまだ4日5日ぐらいイベントあると思うので。いや、ただね、もうここで千鶴ちゃん持ってる人は他のね有用なとこを引いてさらにグレードアップできるんでしょうね。ちょっと羨ましいですね。まあおすすめとしては、もう今現在開催されてイベントでルガールちゃん限界突破90まで作れちゃうので、星5ルガールをゲットし、まあ、ストライカーとして使うとかね、いうパターンもあるんで、青ルガール持ってない人はルガール。うん、まあでも他にも優秀なとこいっぱいいるんですけどね。まああと私持ってるアンディ、テリーもねワンチャンあるかなとは思うんですけど、ビリーカーンとかもなかなかいいしね、キョウさんももちろんいいし、ちょっと間違って押すねよこれ。まああとキングダムもちょっと注目が集まってたりするんですか。でまあ何よりマイちゃんですよね。あと千鶴ちゃんのストライカーとしてイオリちゃんとかもあるしね。まあちょっと悩むとこなんですけど、私はもう散々言ってきたんで、千鶴ちゃんをゲットしたいと思います。いきましょう。こんな形でゲットなるとは。てい千鶴ちゃん、やっと来たよ。やっと来たんだけど、なんだかな。でまあこれだけでもとんでもないんですけど、さらにですよ、ファイターの中にこれ何、期間限定無限引き直しガチャって何、満足できる結果出るまで無限に引き直し可能っていうことで、サービス開始時のファイターの中から10体獲得できるということで、まあラインナップは出てるんですけど、まあ引き直ししても星5ファイターは最大で1体までしか出現しないはしないなんですけど、これ優勝じゃないんだよね。初回限定の方だとほら優勝とかついてるもんね。優勝じゃないよね。これさ、今まで引いてきたルビー返してほしいんだけど、マジで。いやーなんだかなーっていう感じなんですけど、まあどちらにせよ今からキングオブファイターオールスターやる方はね、かなりおすすめですね、この引き直しガチャはね。ちょっと引けないんでどういう仕様になってるかわかんないのと、私言ってること間違ってるかもしれません。いやこれはなかなかね、いろいろ賛否両論ありそうだなっていう感じでございますが、まあこんなアップデートが入ってきました。まあとりあえずね、千鶴ちゃんはゲットできたということで、まあこの千鶴ちゃんを使って、まだルガール85なんであと5足んないんでね、残りのルガールを千鶴ちゃんでなんとか周回していき頑張っていこうというところでございますね。ということで今回の動画はなんだかとんでもないアップデートで驚愕しておりますが、ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。